ヤッホー、田中夏樹です。はい、今日は久しぶりに自宅からの撮影でございます。で、ちょうどここにいるのはキッチンなんですが、今日何をするかというと、よいしょ、はい、よいしょい、はい、じゃじゃーん、じゃ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 ん。漁師さんと仕事する機会があって、その時にお土産でブリをいただきました。あの、今回ね、このブリをいただいたの理由としてもね、私も自分でさばいてみたいなと思ったので、ちょっとこれを今日はさばいていきたいと思います。ちょっとこのブリはあのブリしゃぶにしたいなっていうことで、初ブリさばくぞ。はい、これちょっとね、久しぶりに使うが若干錆びてるので、まず研いでから。じゃあ行きましょうちょっと久しぶりすぎてドキドキしてきた。まずちょっと私はやり方が分かんないので、まず調べますブリのさばき方と刺身の切り方とかでいいのかな。へえ、60センチ以上ブリだと思ったけど、地方によって違うの、80センチ以上とか。ちょい、そのゆっくりなんですが、やっていきたいと思います。あの、私ほんとさばくの初心者なので、本当にプロのさばき方を見たい方は別のチャンネルに行ってください。私はもう本当に初心者、素人なので、こう温かく見守ってくれる方のみご覧ください。どうぞどうぞ温かく見てね。じゃじゃん、こうだ、じゃじゃん、大きい。あれ、これ鱗取りだっけ、あれ買ったような、これ違うっぽい、これかなって思ったので、ちょっとこれまず鱗、あれ、これで合ってた、なんか違うような気もする。これなんだろう、もうもっとさ細かいはずだよね、鱗取りの機械って。あれ、なんだこれ、何者だこいつは。これだった気がするな。はい、次次次次結構もう忙しいな。はい、おお、結構大変だな、結構待って、結構大変ですね。まず何持ってんだろう、うちこれじゃないんだよね、きっと。なんだ、こっちだった。何切ってんの、何切って、中の何切ってんの。あ、ここな、ここ、まず、うい、え、縦に入れてたね、縦に入れて、で、こっち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 、へぇー、はい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 、で、切ったらどこ切ればいいのかな。この中の膜でしょ、きっと。膜を取って取り出して、そっちも切って、はあ、一緒に全部取れる。なるほどですね、全部取れるんですね。あ、ここもか、なるほど、ここもっすね。これも切って、こうで、よいしょ、はい、OK、ね、あー、やばい、あー、エラと内臓一緒に取りました。なるほど、血合いとは、血合いとは何ぞやなんですが、まず血合いを、血合いをに切れ目を入れて、あ、若干さっき流したので、ちょっと次はブラシで洗い直します。まだブラシ自信がないです。なんか取っても取ってもさ、ちょっとあの茶色っぽい血、まあね、若干あるんだよね、取れないので、ちょっと心配ですが、頭を切りますもうちょっとあの、ちょっと焦りすぎてね、テンションがおかしくなっている。頭を切っていきます。はい、胸びれと腹びれ、ここで落としていきますって言っている。違う、
OK。 はい、切っていきます。一苦労。はい、そして尾も落としていきます。尾ってどこまでが尾ですか？切れないよ。はい、切れないよ。はい、もうちょっとです。はい、叩いてるも別なとこ行っちゃうよ私。あ、ちょっとそこじゃないんだよな。はい、腹、背、背、腹の順番で切っていきます。深く深く切っていきます。で、でいいのかな、合ってる。切れ味ふにゃふにゃ。もう、あー、なるほどね。今ちょっとまだ背骨まで行ってないので、背骨の上まで切って、あ、切ってあげて。色がちょっと変色してきています。はい、切りました。 OK です。尾から切り離していきます。そうなると多分切り離せない状況なので、じゃあこっちまだ切れてないってことか。こっちをもう一回やんなきゃダメってことか。あれ、血残ってんな。切れば切れば。やだ、見せれない。これみんなに見せたら怒られる。ちょっとちょっとですね、ずれてました、ずれてました。みんなに見せたら怒られるよ、こんなのもできないか。ちょっと切れてないな、切れてない。はい、ちょっと待って、うまく切れんかった。まずここからだ。なんとまず骨を取っていくんだけど、骨を、え、さっきこうやってたよね。こうやって背にして、で、これで骨が剥がれるんですか？剥がれないんですけど。どういうこと？骨がない、ここ、骨が剥がれない。もう剥がれてる。こっちか、こっちか、こっちよってことですね。こっちじゃないのかな、こっちじゃないのかな。やっぱこっちか。スーッと。どこまであるんですか先生。全然わかんないですけど先生。3個分けます。いいんでしょうか師匠。こう切って、はい、ボロボロだ、汚いですができました。ちょっとこれはやばい、結構みんなに見せたくないくらいの恥ずかしい結果になりました。はい、次いきます。へえ、皮切れるのこんなん。ちょっと待って、包丁チェンジね、包丁チェンジね。はい、こうジグザグな感じに切ってたな。はい、とーはい、わかりました。いいですか、これで。いいんか。身の厚い方を置く、いいんだよ。で、縁側を、あ、縁側あるね。はぁ、縁側、縁側があったら切ってください。あれ、シャブってさ、こんな分厚くて良かったのかな。しゃぶってしゃぶしゃぶってもっと薄いよねきっと。今刺身用の動画見てるから、ち
ょっと厚めなんだろうけど、しゃぶしゃぶってきっと薄く食べるんだよね。なんか全然色味違うんですけど、色味がちょっと時間経ってるから綺麗じゃないし。じゃん、変色したブリの刺身ができました。やばい、これもうモザイクかけたいくらいの恥ずかしさ。そう、カン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 、はい、こんな感じで。やばい、時間かかりすぎてこんなになりました。で、これはアニサキスがいるということなので、これは一旦冷凍して食べたいと思います。もう刺身にはしないです。で、この残ったのはどうしようか。なんかね、この残ったのはちょっと違う料理にしたいなと思ってて、さっき動画ちらっと参考動画見たらブリ大根にしますとか言ってたので、まあ、なんか違うのにしたいなと思います。やばい、ごめんごめん、こんなに刺身にするのに時間かかった。長かった。ダメだね、もう私の場合は本当に経験を積まないとうまくできないタイプなので、ちょっとこれは修行ですね。最後まで見てくれてた皆さん本当にありがとうございました。ちょっとドキドキ最後までできるか心配だったんだけど、無事できました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ぜひ私を励ましてください。よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。やばいよ、この色。美味しく食べれるといいな。